ユニクロでタックワイドパンツが安くなって1000円引きだったので、結構買っちゃいました。ベージュと黒と茶色とネイビーと、これなオリーブ、まあ濃いグリーンですね。で、まあ買った理由としては、ズボンがですね、もう壊れ始めてて、まあユニクロのズボンなんですけど、まあボタンが取れた、まあこれボタンを修復すればどうにかなるかなっていうところなんですけど、もうこう破けちゃったらダメですね、これまたね。これダメ、もうこれ処分です。さらにですよ、ここ最近発生したのが、この金具が壊れた。ここまで行くともう全くダメですよね。ということで、続々、ズボンが壊れ始めててですね。まあ、それで今週は1000円引きになってたので、まあ、3000円で手に入る、2990円、3000円で手に入るということで、バーッと買ったんですけど、一つ問題が、この薄い、なんていうの、こう白っぽいやつ、ナチュラル。これがですね、男性用がないんですよね。で、初め行った時、間違えた時に女性用のコーナーに行ってしまったらしくて、女性用の方はこのナチュラルの白があったんですよ。でもサイズが M までしかなくて、なんでこのユニクロ M までしかないんだろうと思ったら、そこ女性コーナーだったという。だからですね、もう男性用にこの白いのがないんですよね。だから一番女性用のでっかいやつを買えば履けるのかもしれないという、ちょっとそこら辺、なんかですね、まあ男女平等というかですね、結構これもなんかね、女性用でもあるらしいんですよ。男性コーナーにあったんですけど、まあ女性も履いていいですよみたいな感じなんですよね。だからちょっとこの色を選ぶなら、女性用の方のでっかいやつを買うしかないというのが、今回分かりました。